すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、こんにちは、マリンです。本日は東京湾カントリークラブさんにお邪魔しています。前回は四街道ゴルフクラブさんでちょっと短かったんですけども、89というスコアを出せたので、今日もそれくらいのスコアが出せるように頑張ってラウンドしていきたいと思います。そしてラウンドの中でまた皆さんからいただいたコメント返しもしていくので、ぜひぜひ最後までチェックしてください。ということで早速1ホール目いきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。します。1番、パー3、139ヤードです。では早速打ってみます。よろしくお願いします。うん、でも前に行ってるから大丈夫です。 OKOK、 よし、2打目勝負ですね。本当ですね。緊張した？緊張しました。あ、じゃあ桜が綺麗だね。すごい綺麗なんですよ。暖かいですね、今日。嬉しいな。行きましょう。はい。これは25。アプローチでやっていきます。うん、うん、まあまあ、でも距離感すごいぴったりじゃない？うん、ちょっとね、打ち出しだけ方向が違う。うまい。すごい。うん、うん、しょうがない。OK です。はい。いや、悔しいけど、ダボスタートになっちゃった。うん。まあまあ。まあまあ、しかないですね。ティーショットがね、ちょっとミスしちゃったから、しょうがないよ。よし。次だ。あったかくて嬉しい。では、2番ホール、339ヤード、パー4です。おー、うまいな。戻ってこい、戻ってこい。うん、でも狙った感じでしょ。そうなんです。もうちょっと戻ってくるやつだったんです。ちょっとこうフェアウェイを大きく使うために。そうなんですよ、ね、ちょっと狙いすぎちゃった。そうそう、ちゃんと右にこう落ちてたから。いけるかな。落ちてたらいいですね、いいとこで。あれだね、右にこう曲がったから戻ってきたまで。でも出てくれてよかった、ね、そしてちょっと大きい木が。そうなんですよ、難しいなこれ。うん、打ちます。すごいね、超えたよ、乗った。超えました、超えました。すごいね、やった。これはもうすごいね。やった、今日は褒めてもらえてます。嬉しい嬉しい。あいちゃんすごいね、乗った。嬉しい。うん、
下りは難しいですね。うん、ナイスパーです。はい、ありがとうございます。なんかさ、はい、俺さ今日さ戻ってるかなと思ったんだよね。あー、調子がそう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 確実になんか身になってる感じがする。コソ練が効いてるかな。コソ練、コソ練してます。おおよし、じゃあ行きます。では今日もあのラウンドの間にコメントを返しながらラウンドしていきたいと思います。3月22日公開のマリンちゃんのゴルフに余裕が生まれているっていう動画です。うん、わあ、コメントいっぱいありがとうございます。嬉しい。コウジさん、とってもいいスイングですね。プレーも落ち着いた感じが出てきましたね。ありがとうございます。多分これあれですよね、最初のデビューらへんからきっと見てくださってるようなコメントで嬉しいですね。うん、見ていただいて分かるってすごいね。すごいですね。うん、確かに動画でも分かる。動画で分かるのはだいぶ嬉しい、うん、はい、ありがとうございます。次がヨッチさん、コンペ楽しみですね。そうなんですよ、コンペ私もすごい楽しみで練習頑張ってるんですけど、早く皆さんにお会いしたいですね。コンペで初めて会えるので。僕もコンペでみんなに会える、うん、そうですねすごい恥ずかしいんだけど多分この動画がね、4月末ぐらいだから、はい、上がるのが。お、ダイエットしてきます。ダイエット女の子よりちょっと意識高いかもぐっさん、マリンちゃん今日も相変わらず可愛い、ポジティブゴルフが素晴らしい、イエイっていうコメントいただきました。おー、この、そうですね、この動画からあの前回リノさんに教えてもらったポジティブゴルフ取り入れてるので、だいぶ天気変わったかなその前まではネガティブゴルフだったから。もうやばかった、本当に。もうね、一番わかるんですよ、僕が。そうですよね。もうね、すごいポジティブになりました。はい、やった、もう笑顔絶やさずやっていきたいこのさ、何、終わった後と撮るたびに悔しいってそうなんですよ、ずっと言ってた。カメラ外でずっといやもうね、ホールアウトしても悔しいって言ってたそうなんです、良くないですよね、本当に。楽しいでしょ、今。楽しい。あ、いいですね、うん、ちょっといっぱい話しすぎちゃったから自分が、うん、でもとりあえず行こうかすいません、コメントはまた後で、はい、よし行こう。では、3番ホール130ヤードパー3です。7番で打っていきます。当たり薄かったんですけど、バンカーを避けました。はい、よし、行きましょう。うん、よしよし、オッケーオッケー。ちょっとあれだったね、晴れるのがちょっと運がなかった感じするけど、でもすごいうまい。本当ですね、でも止まってくれてよかったです、うん、スピンが効いてたんだね。嬉しい、全然転がんなかった。56度で打ってみました。うん、OK、うん、です。はい、ありがとうございます。このなんか穴にやられたね、プチプチにプチプチに空気入れてるやつでしょ、これ。そう、何でしたっけ、アンエア、エアジュレーション、んエア、アンジュレーション、アンジュレーションは傾斜、傾斜か。なんかポンポンコツ具合が出たね、二人してね。やられちゃった、ボギーでした。
続きお願いします、はい、僕はもうお口チャックで。お口チャックですか、はい、あ、じゃあちょっとコメント読みを千年系でいきましょう。トールさん、初コンペ開催おめでとう。関東なので行けなくて残念。次は関西での開催を待ってます。今回はドライバーめっちゃ良かったです。アプローチの強弱は置いといてうまく打ててましたね。動画配信ごとに上達してて素晴らしいです。おー、ありがとうございます。そっか、今回は関東での開催ということで第1回が開催できてめちゃくちゃ嬉しいです。そうですね、ちょっと頑張ってみんなで盛り上げて第2回も開催できるように成果を残したいです。意気込みみたいになっちゃったけど。コメントありがとうございます。トールさん、すごいたくさん、なんか動画配信ごとに上達してるって嬉しい。頑張ります。これからも応援お願いします。はい、はい、挟んじゃった。全然関西、うん、関西ずっと関東にいるから、うん、なんか関東はわりかしこう来てくれそうだなってこうイメージあるんだけど、うん、関西ってなんかさ来てくれなかったらさちょっとさ寂しいかも。そうそうそう。なんか関西だったら来れるよって人がいたらなんかコメントとか教えてほしいかもしれない、ね、それによってちょっと考えたいな。出張どうせだったらね、そういうなんか関西でのコンペ待ってるよっていう方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。ではアジフライさん、待ってました。久しぶりのマリンゴルフ、マリンちゃんの一人ラウンド動画を見てると癒されます。私もそうですが、アプローチとパターですよね、頑張ってくださいというコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっとだけマリンゴルフ定着してるのかなっていう感じがしてちょっと面白い。ありがとうございます。いや本当にアプローチとパターですよね、本当に難しくてなかなか練習場だと距離感とかが分からなくて苦戦してるんですけども、はい、コメントありがとうございます。そして一瀬さん、学んだことちゃんと忘れずにプレーされてて素晴らしいですね。ナイスプレーです。コンペ参加できませんが楽しいゴルフになるといいですねというコメントいただきました。ありがとうございます。学んだこと、そうですね、ちゃんと復習を頑張ってるんですけど、早く身について意識しなくてもできるようになれるように頑張りたいです。はい、ということで次も行ってみたいと思います。行きましょう。